皆さんこんにちは。ズブッとやっちまったピカオです。はーい、ドラゴンクエスト5天空の花嫁やっていくぜ。よーし、そしたら、ビアンカがね、子供を身ごもったようなんでね、安静にしていてもらいたい。で、なんとオジロン王様がね、パパスの弟君なんですけど、このピカに王位を譲りたいと言ってくれたんですが、この、 ズベがね、デコズベ君が、ちょっと試練を受けてこいということでね、試練の洞窟に今から行かなければいけない。はい、というわけで試練の洞窟に向かって行きたいと思います。はい、こっちか。まあ、試練の洞窟は東って言ってたな。東ってあこか？あの下のやつはこのグランバニアの お城に向かってきた峠ですよね。右上だね。OK。並びはちゃんとなってるか？なってない。アップール、ニトロ、マッシュ。ここか。呪いのマスク。やめろ。はい。薬草は持ってきたかな。薬草グランバニアの登山でだいぶ使ったからね。道具、袋、40か。グランバニアの洞窟で100ぐらいあったの60ぐらい使ってっから、ちょっとどうかな、やばいかな。まあ、スラリンとかも持ってるからなんとかならんかな。まあ、強くなるし。うん、行ってみよう。いや、馬車ないのか。これはちょっと参ったな。呪文アップール、アップール移動呪文覚えてねえのか。王たるべきもの決して争いを許すべからず。争うなってこと？互いに背を向けるものあらば王自ら出向きて正しく向かい合わせるべし。すべては紋章の導くままに。あ、背を向ける。どうすんのこれ。あ、はあ、これ今左側はああいうわしかたかか知んないけど、わしか、正面向いてるよね。こっちやったらどうなる？全部連動してっか。連動してまっちゃん。はい、どうすんだ。じゃあ
右は右は右向いてるね。向いてねえな。わからんぞ、さっぱりわからん。方向、違う方向から踏んでみても、違う方向から踏んでみても、まあ同じ方向に動いてったね。この床、床さ、これ、え、これが紋章なのか、もしかしてこれか。動いた。あっちは背を向けてる。あっちは関係ねえな。でもこっちはあれだぞ、次やったら向かい合うぞ。はい、向かい合った。あ、なんか光ってる。これでいいんだ。あー、なるほど。皆さん見て、この下の床、紋章今度こっちになってるよ。紋章映ったところを順番にやっていけばいいんだ。すべては紋章の導くままに。あ、そうだよな。オッケーオッケー。よし。あ、あれ、あ、今度ここ踏めばいいのかな。あれ、こっち下行けばいいのか。どういうこっちゃ。まあ下行けばいいのかな。ああ変わったね。まあとにかく紋章を、紋章に気をつけていけばいいんじゃな。紋章だ。紋章じゃないか。ね、偽物には気をつけてください皆さん。ね、世の中には偽物がいっぱい流出しておりますけども、偽物には気をつけてください。本当に。待って待って、この石なんだ？動くぞ。動く。そういうことか。わかったぞ。こちら側から、こう押せば？はい。はい、そうですよね。そういうこっちゃ。アップル、何とか言ってくれ。ドカーン、お前の脳みそドカーン、ドニーン、出る。こうだ。はい、はい、は行き過ぎてるから、これ。はい。十字ボタン、十字ボタン置くか。ね、皆さん、誤作動にも気をつけてください。ね。安全第一です。あ、でもなんか光ってるよ。みんな。なんか光ってる。関係ないよ、じゃ、別に。まあ、これ、落ちてもいい、いいわ。このままこう、あ、おかしい。これおかしい、絶対。押せないようだ、ここ。乗らないようだ。何の意味あるんだろう。わかったー、わかったー、これで、水遮るんだね。この石流れてないじゃない。ね。石流れてないっていうことは、この石に捕まればいいんだよ。捕まればいいというか。ね。この石に引っかかればいいんだよ。はい。はい、そうです。ね。そういうことです。刃の鎧。呪われとらんやろな。
渡す。装備できん。ピエールが。ピエールおらんから、まあいいわ、このままでいいわ。ただ右側にも、なんだこれ、こっちはなんだ、やばいやば。おし、はい、合格。こっちも開くぞ。だが行き止まりじゃ、あっち行こう。まあどうやら下に向かっていけばいいようですね。なんだこれ、あ、動いた。だがあっち動いてね。待って、あっちにもスイッチあるぞ。あれが下がったのか、これ中央のね、下がって掘って、まああっち側でなんか左でも行くのか。体力あんな、おい嘘だろ、会心の一撃でも倒せねえな、体力あんなこいつ。お、1000ポイントもらえた、これはすごい。あいつ相当強いのか、気をつけないと。いやー待って、ちょっとまだ早いかな、俺レベルアップした方がいいかな。本当にアップル陽気なやっちゃもう1000もらった。オッケー、どんどん強くなって。道具、袋、薬草使う。OK。こ
それでどう？こっちはどうなる？横ずれたぞ。多分。オッケー、ずれてるっぽいよ。ずれてる。よし。やべえ。モシャスやろうかな、こいつ。やべえ。いや、ちょっと強くねえ顔。これがオーケーの証か？オーケーの証ってあったっけ？そんなもん。なんかそういうの取ってこいって言われなかったか？オーケーの紋章。グランバニアオーケーの紋章が重々しい光を放っている。ピカは王家の証を見つけた。うん、やっぱり王家の証か。ボスとかいねえよな。オッケー、よし。これでそしたら一つ気になっている取り忘れ宝箱あるんだよな。なんすか？なんすか？はい。悪いが王家の証を持っていかせるわけにはいかねえな。ピカさんが王になるのを嫌がる者もいるってことや。しー、お前余計なこと言うな、おい。俺たちの出所がわかるじゃねえか。とにかくそいつは返してもらうぜ。なに？カンダタだと？ちょっと待て、呪文スカラベホンマ、待て、これは全員作戦、全員じゃない、アプール命令させろ、マッシュ命令させろ、 OK、 戦う呪文、スカラの、で、特に、麻痺攻撃だな。不気味な光、呪文を聞きやすくする。麻痺攻撃。特に、眠り攻撃、甘い息。攻撃かな。オッケー。いやー、すげえ。ルカに特に眠り攻撃、くん、ピカ狙いかよ。ベホもあったよな。特に麻痺攻撃。とにかくこいつぶっ殺せ。どうする、眠りしちゃったら
ちょ、チェン、攻撃鳴ってる。ニトロにかよ。ベオイに、特に麻痺攻撃。あいつは強い。スカラピカ、特に麻痺攻撃、特に眠り攻撃。お強えな。麻痺らねえしな。お前眠れ。ひでえなスカラピカ。マジかこれ。オッケー、あとはもうよい。やれ。よし、よし、なんとかしのいだぞ。あとはね、宝箱を一個取り忘れていたというか、気になっていた。こっち行ったっけ。なんだな。上、あこあこ。オッケー、メダル。よかった来て。よし、これでリレミトじゃ。ピカルーラ。グランバニア。違う、こっち。ここなんだ。ああ、また負けちまった。まったく、パピンにはかなわねえな。何の話かって、この城で流行ってるゲーム、チェスの話だよ。しばらく前に大臣が宝物庫からチェスの駒を見つけてきてさ、それ以来我々兵士の間で大人気ってわけ。あ、そう、チェスね。まあ一時将棋とかチェスにね
ハマったよ。かつて私はここで毎日パパス王の帰りを待っていました。そしてついに城王にやってくるサンチョ殿の姿を見つけ出したのでした。あの時ほど嬉しかったことはありません。しかしいくら目を凝らしてもその後にいるはずのパパス王の姿が見えませんでした。サンチョ殿の知らせを聞いた時ほど悲しかったことはありません。ありがとう、慕ってくれて。おお、ピカよ、よくぞやり遂げた。王家の証、しかと見届けたぞよ。それでこれで晴れてそなたに王位を譲れるというものじゃ。大臣、そなたももはや文句はないであろう。文句とは心外ですな。私はただしきたりのことを言っただけで、文句などは。そうであったな。とにかくピカがこの国の王になるのじゃ。ではこのことを国中に知らせなくてはいけませんな。それに即位式の準備もその役目この大臣が引き受けましょうぞ。さて、そうと決まったらこうしてはいられないわい。ではこれにて。反対していた割には大臣も気が早いことだな。底辺です、底辺です。何事だ。はい、ビアンカ様が、ピカ様の奥様が赤ちゃんを。なんと、生まれたと申すか。いいえ、違います。でも今にも出てきそうなんです。なんとめでたい。これはもしかすると新しい王と王子の二人が同時に誕生だわい。おっと、ピカ、のんびりしている場合ではないぞ。さあピカ様、こちらでございます。ピカ、戻ってきてくれたのね。私頑張って元気なピカの赤ちゃんを産むわ。あちょーん、頑張るんだ。お静かに、今まさに新しい生命が生まれようとしています。なーに、大丈夫さ。これでも私は今まで3人も産んでるんだよ。さあさあ、ここは私たちに任せて下の部屋で待っておいでよ。ビアンカ、何呼吸っていうんだ。ヒーフーミーだ。そうだろう。違います、ヒーヒーフーです。そうだ、ヒーヒーフーかヒーフーヒーかわかんねえけど、そうだ、そのリズムだ。俺は下に行く。頑張るんだビアンカ、君ならできる。そうか、もうすぐ生まれそうか。王子になるか王女になるか、どちらにしろめでたいことだな。この時パパス王のようにうろちょろしてみるか。坊ちゃん、話を聞いて私も飛んできたんです。
しかしここでこうして待っているとまるで坊ちゃんが生まれてきた時のようですね。坊ちゃんが生まれた時、パパスオはどんなに喜ばれたことか。ありがとう山頂。ああ心配じゃ。食べ物はどうしようか。このリンゴで良いだろうか。本当に。はあ。そうか。はい、そうです。はい、ちょっと長くねえか。もうちょっとテキパキ力んでくれよ。こうしちゃいれん。ピカ様、いよいよ父親ですね。そうです。ダメだ。これピカ、少しは落ち着いたらどうだ。心配なのはわかるが、そのリンゴでも食って少し休むがよかろう。あんまりおろおろしては父としてみっともないぞ。みんなと話でもして心の準備をしておきなさい。はい。みんなと言っても山頂しかいねえじゃねえか。山頂、もう一度頼む。あ、ぽっちゃん、何度も話を聞いて私も飛んできたんです。はい、そうですね。こっちの人かな。はい、じゃあこっち。どうかお気を確かに。はい。来た。ピカ様、ピカ様、お生まれになりました。坊ちゃん、おめでとうございます。さあ、わしに構わず言ってあげるがよい。わかりました。ハートのような、我が子はなんか左右に首振ってるけど、どこでちか、ここでちか。2匹いますけど、おばさん。ビアンカさんはとてもよく頑張りましたよ。ほら、本当に可愛い玉のような男の子と、そして女の子も。いっぺんに二人もなんてピカさんは本当に幸せ者だね。ありがとうございます。言ってください。男の子の方は目元がピカ様にそっくり。優しそうで、しかもどことなくアホそうで。女の子の方はそうね、やっぱりお母さんにかしら。大きくなったらきっと美人になりましたよ。はい。おい坊主。はい、はい、はい、ピカ、私に坊主って言ったのね。張り倒すわよ。私頑張ったのよ。はい。よくやったって褒めてくれるわよね。私たちの赤ちゃんよ。ねえ、赤ちゃんの名前どうする？私はピカに名前をつけてほしいな。あ、そうそう、これも名前つけんのか。ちょっと待って、俺考えてねえな。いや、ちょっと待って、真面目に考えてねえな。あれ、考えてねえな。男の子の方はどんな名前がいいかしら。あ、そう、レックス。ダメだダメだ。そうだな。女の子の方はどんな名前がいいかしら。タバサ。ダメだバサ。ポカとプカ、ちょっと気味悪いけど素敵な名前ね。そうだ、俺はピカだ。その子なら
ポカとプカだ。ポカポカはポカミスがないようにね、僕に続いて僕に似ずポカミスをせんようにね。でプカはプカプカと自由にどこでも浮かんでってほしいって、どういうこっちゃバカ野郎いいよ。ポカとプカ、アホか。はい、そうです。この二人が大きくなるまでに平和な時代がやってくるといいね、ピカ。疲れたせいか、私なんだかあなたをぶっ飛ばしたくなってきちゃったわ。寝なさい。変な名前つけてごめんな、ビアンカ。あ、おやすみ、ピカ。私とっても幸せよ。新たな国王ピカ、そして王子王女誕生の知らせはその世のうちに国中に広がった。人々はパパス王の息子ピカが生きていたことを心から喜び、そしてまたオジロン王の英断に喝采を浴びせた。グランバニアに新しい国王ピカ王の誕生である。おはようピカ、昨夜はとってもよく眠れたわ。今日はピカの即位式なんでしょ、頑張ってきてね。この子たちにミルクを頼むよ。左右同時にな。左右なんなら俺にも分けてくれ。キャー、変態よ、ぶっ飛ばすわよ。はい、すいません。ねえピカ、不思議だとは思わない、貴様の脳みそ。はい、私は小さい頃お父さんやお母さんはずっと昔からお父さんお母さんなんだって思ってた。でもみんなこうしてお父さんやお母さんになっていったのね。ピカ、私たちも素敵なお父さんやお母さんになりたいわね。おい、ポーズ。バブーン。おい、お嬢ちゃん。キャキャン、ほんとに。喜んでいる。ビアンカ、俺は行ってくる。さあピカ様、こちらでございます。おお、来たかピカ。皆の者、よく聞くように。すでに知っている者もおろうが、今世の隣にいるのが先代パパス王の息子ピカじゃ。世はこれよりこのピカに王位を譲ろうと思う。ピカよ、ひざまずくがよい。グランバニアの子にして偉大なる王パパスの息子ピカよ、世は神の名にかけて本日この時よりそなたに王位を譲るものである。さあピカ、その玉座に座るがよい。はい、グランバニアの新しい国王の誕生じゃ。ピカ王、万歳。うんこ様、ご即位を万歳。グランバニアに栄光を。ピカ王万歳。さあピカ王、次は国中の民にも新しい国王のお姿を。
新しい国王ピカ様に敬礼。ん？いやーめっちゃなんか嬉しいんですけど。国中の民が下の階で国王様のお出ましを待っております。あっちこっちゃねえ。なのもの待たせたな。たった今グランバニアの新しい国王が誕生した。ピカ王じゃ。新しい王様万歳。ピカ王万歳。坊ちゃん、いえピカ王おめでとうございます。この山頂今日ほど嬉しい日は。グフ。その日は国中を挙げて夜遅くまで祝賀の宴が催された。人々はあるいは歌い、あるいは踊り、あるいは飲むそうしてこの日の喜びを分かち合った。そうだ、しかし何ですか。ああ、どこだここは。ああ、ちょっと、やっちまったのか、これ。すまん。あれ？待て。これはみんな寝ているぞ。なんか様子がおかしいぞ。酔いつぶれてるわけではねえようじゃ。はて、さては？薬を盛られたか。何？これはビアンガたちが危ないかもしれない。おい、おじらんは。もう飲めばえんたに。おばさん大丈夫ですか。あ、山頂あこに寝てたけど、まあ、言えてくれ。違うのか。こっちか。いない。どうしたんじゃ。ビアンガがいねえぞ。いない。ビアンガがいねえ。ポカとプカもいねえ。やばい、どこ行けばいいのじゃ。城から出ればいいのかな。え、あの声はポカ。ピカとビアンカの寝室の方から赤ちゃんの泣き声が聞こえる。ここか。あいつね、ビアンカがとっさにここに隠したのか。王様、申し訳ありません。王妃様がビアンカ様が魔物ともにさらわれて、私は二人の赤ちゃんを抱いて
身を隠すのが精一杯で、お姫様は、までは、申し訳ありません。坊ちゃん、いえ、ピカオ。城の中が妙に静まり返っておかしな気がしたので来てみたのですが、まさか王妃様が、ビアンカ様が。大丈夫だ、山頂。坊ちゃん、この山頂の目は騙されませんぞ。なんということだ。これではまるで20年前のあの人。いえ、同じにさせてなるものですか。さあ坊ちゃん、城の者たちを叩き起こすのです。そして何としても王妃様を、ビアンカ様を。すると城の者たちが眠りこけた頃、怪物どもがやってきたと申すのだな。はい。でもビアンカ様はいち早く邪悪な気配を感じられ、私に赤ちゃんを連れて隠れるようにと。それにしてもこの騒ぎに誰も気づかぬほど眠りこけていたとは妙ですね。何者かが祝賀の酒の中に眠り薬でも入れたのかも。そういえば大臣の姿が見えんな。大臣はどうした？誰か大臣の姿を見た者はおらぬか？いつもならここで大臣の助言を聞くところだが、いないものは仕方がないな。ピカオ、心中お察し申すぞ。とにかく一刻も早く王妃様を探し出すのじゃ。では行け。はい。おじさん、お探しし申した。せっかくピカが新しい国王になってくれたというのに、こんなことになって、私は一体どうしたらいいのか。おろおろじゃ。山頂、坊ちゃん、いえ、ピカオ、王妃様はきっと見つかります。ええ、見つかりますとも。坊ちゃん、まさかビアンカ様を探しに行くつもり ではございませぬか。え？そうです。それはなりません。お気持ちはわかりますが、ここは兵士たちに任せて。生まれたばかりのお子たちもいるのです。どうかどうか。これはパパ様が求められた天空の剣。どういうことでしょう。この剣で、いや、この剣が城を守るというのでしょうか。ともかくこの剣は大事にお預かりしておきます。どうか坊ちゃん、いえ、ピカオ、無茶をなさいませんように。山頂、坊ちゃん、いえ、ピカオ、王妃様は見つかりますよ。はい。で、どこ行けばいいんですか。私はとりあえず出ます。どこ行けばいいのじゃ。マジで、これはまずグランバニアで情報収集した方がいいか。今多くの兵士たちが必死でビアンカ様の行方を追っています。ピカオ、今しばらくのご辛抱を。
パパス王が連れて行ったあの時の赤ん坊がこの国の新しい王に。ピカ王、本当にご立派な王様ぶりですと。はい、ありがとうございます、おじいちゃん。薬草買っとこう。ねえし、薬草ねえし、どうすればいいのじゃ、どこ行けばいいのじゃ俺。特に何も言ってくれる、何か言ってくれる人はいないようだ。ああ、東方不敗殿。あ、これは王様、よくぞお越しを。私は王様の父上パパス様に命じられ、天空の城について長い間研究してきました。そして分かったことは、天空にはすでに城はなく、そこに住んでいた竜の神様もいずこへか姿を消してしまったということです。もし再び天空の城を存在せしめられためならば、平和な時代がやってくるのかもしれませんが。そうですか、天空の城ですか、わかりました。その存在、記憶に留めておきましょう。いやー、これなんだ、どっか町をうろつけばいいのかな。町というか、まあ、いろんな今まで行ってきた場所ね。わーい、王様だ、新しい王様だ。僕の名前はピピン、大きくなったら兵士になるんだい。頑張れ。特に情報集められない。どこ行けばいいんだろう。そしたらこう左上のなんか教会みたいの行けるか、行ってみよう。行けないね。呪文ピカルーラレデルパドール。あ、砂漠の城だな。ルラフィン、サラボナ、ラインハット行ってみよう。やばい、どこじゃここは。やや、あなたは。兄さんからあなたのことをいろいろ聞きました。そしてせめて恩返しにと部下たちへ伝説の勇者のことを調べさせていたのですが、かつて勇者の使った盾がサラボナという町にあるそうです。はい、そうだ、分かった。
ピカじゃないか。よく来たな。新婚生活はどうだい？それが、そうか、なんたって可愛いお嫁さんもだもんな。俺のマリアムだけどさ、これで人生のパートナーもできたことだし、いよいよ勇者を探す旅か。俺も一緒に行きたいところだけど、マリアがいるしな。まあたまには遊びに来てくれよ。お城の暮らしは退屈でさ。ところでお前、まだ記念オルゴールを持って行ってなかったらよな。ん？昔の俺の部屋覚えているだろ。あそこの宝箱に入れてあるからな。ああ、なんだそれ、名物博物館に飾れそうなもんだね、なんか。ピカ様、お久しぶりでございます。最近は主人ったら、あなたとの旅をした時のお話ばかりするんですよ。私は楽しく聞いていますけど、男の人っていつになっても旅が好きなんですね。そういうもんですよ。やばい、ここでもないよ。じゃあとりあえずその宝箱に行ってこよう。ちょい、ここだろ。わからん。あのすいません、そこ隠し扉あるんですよ。やばい、これはもう一度聞いてくる。宝箱に結婚式の記念品なんて入ってなかったって？おい、あ、入ってなかったよ。お前は相変わらず騙されやすいやつだな。じゃあ今度こそ本当に渡すよ、この記念オルゴールだ。おい、俺ちょっとお前そ混乱しちゃったよ、ヘンリー。そのままルーラでどっか行こうかと思っちゃったよ。ヘンリーは美しく細工されたオルゴールを差し出した。ピカは記念オルゴールを受け取った。実は蓋のところに宝石を埋め込むはずだったんだけど、職人が見つからなくて。ともかくせっかく来たんだからゆっくりしていってくれよな。ありがとう。今夜はオレンジジュースを飲み明かすか。また明日ちょっと旅にすぐ出なければいけねえとけどな、はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。